のイベントをただいまより始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。今ビデオの方で見ていただきましたのが、昨年の秋公開のダイジェストのビデオでございました。で、19日に入ってきた情報なんですが、東京国際アニメフェアの劇場公開作品の最優秀作品賞というのをまた受賞いたしまして、これで大きな賞をいくつもいただいたことになるんですが、で、ようやくドリームワークスの方とも契約の方が進んでおりまして、これからどんどん公開される機会が増えていくかと思います。で、上の階でもこちらの DVD の方が取り扱いになっているかと思いますので、まだ興味のある方はぜひご覧になってください。では早速、あまり時間もありませんので、平川進さんをお呼びしたいと思いますので、皆様拍手でお迎えください。では平川進さん、ご登場ください。こんにちは。ちょっとね、前にこう傾斜してるんですか。はい、では久しぶりの2年半ぶりのニューアルバムということで、こちらのイベントも、前回の作品の時にはさせていただいたんですが、新しいアルバムということでは久しぶりということになります。ブルーリンボという作品なんですが、では早速曲のタイトルですとか、あとアルバムのタイトルも含めて、こちらのアルバムの説明を皆様にしていっていただきたいと思いますが、まずブルーリンボという今回のアルバムのタイトルについて込められた意味ですとか、リンボとは何ぞやか、そのあたりを説明をいただければと思います。はい、まあ、ことさら説明しなくても、おそらく皆さん分かっている方ばっかり集まっているような気もします。仕事を簡単にするために分かっている人で、まあ、ブルーリンボーという架空の惑星の話ですね。で、まあ、リンボーという言葉はですね、なんですか、このキリスト教の洗礼を受けずに死んだ人の魂が住んでいる場所とかですね、でそういう意味が もう少しその拡大解釈されていって、無用なものがある場所とか、それから、まあ、ちょうど地獄と現この世の中間にあるあまり よろしくない場所みたいな意味合いがあります。で、まあ、ブルーリンボーというのは、ある理由によってですね、元あった正しい姿の惑星からですね、ブルーリンボーになってしまったという、そういう星のことです。はい、ではですね、今回いろいろと意味深なタイトルの曲が並んでいるわけですが、正確の機会ですので、順番に1曲ずつ簡単に曲解説をしていただければと思います。じゃあ順番にいきますと、1曲目のソフトル壁という曲なんですが、これについて少しずつコメントをいただければ。いや、中にはコメントしづらいものもあるんですけども、祖父なる風はですね、まあ、平沢サウンドというものがですね、例えば、私はバカコーラスと呼んでいるような一人で27人の声を重ねるようなコーラスがあったりとかですね、それからまあ、男女混成コーラスみたいな、そのいわゆるバカげた大げさなタッチを持った曲が、まあ、アルバムの冒頭に来ることが、
まず一つ平沢サウンドというのをそこで一旦ご利用してしまうための曲が必要であるということを必要において作ったような曲であります。はい、では2曲目のライド・ザ・ブルー・リンボなんですが、この曲はプロモーションビデオがございますので、では曲の説明をいただく前にプロモーションビデオをご覧になっていただければと思います。皆さんちょっと4箇所にモニターがありますので、後ろ向いていただかないといけない人とかもいるかもしれませんが、ぜひご覧になってください。ではプロモーションビデオをお願いいたします。
ションビデオですが、これについていくつか皆さんにお話ししたいんですが、まず、これを、表したかったことといいますか、まず平沢さんがこう乗っていらっしゃる乗り物とかですね、あれは何かこうどういうものかとかですね、お名前とかあるんでしょうか。私が乗っている乗り物はですね、ボンクラフトと言います。ボンクラフトのボンは、あれですね、ボンですね、ネハン・ニルバーナですね。で、まあ、あそこに、布状の、エネルギー集積機なんですが、アキュムレーターっていうんですけれども、あそこに、般若心経が書かれています。で、般若心経の中にあるその、大パラドックスがありまして、そのパラドックスをエネルギーにしてボンクラフトというのは飛んでおります。はい、で今回のビデオごめんなさい、どうぞここまでで質問ある人パラドックスですか。パラドックス、パラドックスという言葉の意味ですか。いや、ですから要するに例えば般若心経の中にあるパラドックスですよ。どこかで探してですね、現代語版の般若心経を読んでしょう。わからないですか。いや。例えばですね、あるものはないと、はい、ないがゆえにある。そこまで専門用語を使うとですね、皆さんついてこれないかもしれない、はい、かといって私が何か特別に宗教に傾倒しているかということはありません。はい、次の質問どうぞ。ではこの後に続くようなことは後々ライブのお話をしていただくときに関係してくることですので、ではちょっと置いといて、次、今ちょうどかかってますツォルコフスキークレーターの無口な音が、今アルバムの中にアンケートハガキが入っておりまして、一番最後に何でもこう文章をどうぞというコーナーがあるんですが、その中にこのツォルコフスキークレーターとは何ですかという質問と、最後に出てくるサトワンディかという質問がすごく多いんですが、ではここでちょっとツォルコフスキークレーターとは何ですか。これは造語でも何でもなくて、実際に月の裏側にある大きなクレーターのことです。次に、では早くスペシャル、今日はちょっと実はスペシャルゲストがありましてですね、早く出したいのかなという気もいたしますので、では次のカンボジアンリンゴなんですが、実は平沢さん先日こっそりカンボジアに行かれたという話なんですが、ちょっとそのあたりのお話も含めて、ちょっとこの曲ができるのにちょっとどういう影響があったかとか、そういうことがあればお話しください。入ってきて、向こうに行ってる間にも毎日インターネットにつないで日本にいるかのごとき、アリバイをですね、作っていくんですけども、その中で、有名な遺跡とかですね、それから、大虐殺があった場所とかですね、そういうところを訪ね歩いてきまして、その中で、歌の歌、放送をもとに作ったという曲ですね。ここまで質問ある人。ないですね。すいません。はい、では次の曲ですが、反戦108で、これもこの108というところに何かあるのかなとか思うんですが、いかがでしょう。いや、これは別に隠されているものでも何でもなくてですね、108といえば煩悩の数であるということですよね。そういう煩悩を背負ってですね、後悔に出ていくというそういうお話です。では次の狙撃手なんですが、これはちょっとダイレクトなタイトルでもあると思うのですが、この曲で何かちょっと伝えておきたいことがあれば。
曲は当初赤い狙撃手というタイトルだったんですね。で、歌詞の中に赤い狙撃手しか出てこなかったんですよ。で、赤いという言葉にですね、イメージされることが あるじゃないですか。例えば、それは共産主義者の狙撃手であるとかっていうような、簡単にそういうふうにイメージされてしまうのが困るので、途中で黄色い狙撃手を出してきたんですね。そうなんです。で、黄色が入っちゃったもんだから、赤い狙撃手っていうタイトルはいけないのかと。赤い黄色い狙撃手というのがノリが悪いんで、一応狙撃手と。で、これはね、深く考えない方が分かりやすい歌詞だと思います。もっぱら私の歌詞は分かりにくいと言われていますけれども、狙撃手に関しては、結構分かりやすいなと自分で思ったんですが、スタッフは誰も最初分からなかったという。で、従って赤と黄色を入れたわけです。さらに奥がありそうな気がしますが。じゃあ、例えばですね、誰かが人を殺そうと、陰に隠れてね、狙撃手がいたとしましょう。そういう人は普通、こう目立たない服を着てですね、黒い服を着て、物陰からこう狙って撃つわけですよ。赤い服着て、わざわざ目立つ格好して、狙撃する人はいないと。で、最近テレビをよく見ると、赤い狙撃手がよく映っているので、そのような意味を込めて、作りました。では、次のリンボ54なんですが、これは、ライブのタイトルにもなっておりますが、完全108に続いてこのリンボ54という数字がまた出てくるのですが、こちらに関して少し触りでもよろしければ。リンボ54っていうと、何かの元素のような放射性物質のような、感じがしますよね。私はしたんですよ。で、それはいいなと思って。で、リンボにもいくつかあることにしようと。で、108のちょうど真ん中で54がいいんじゃないかと。そういう意味で、リンボ54と。これは物質じゃないです。物質じゃないんですが、そういうものが存在するという過程において、ライブの話が出来上がっています。過程じゃないんです、本当なんです。はい、ではこの辺りもあと後から話が出てくるライブの話のところでちょっと話し合わせて考えていただければと思います。次にハロなんですが、ハロとトマというところについて。いや、これも隠されているものでも何でもなくてですね、いわゆる光輪というか、こう、光のこう輪っかみたいなね、例えば、なんていうんですか、こう、月の周りにこう、輪っかができるようなことがあるじゃないですか。ああいうようなことを、ああいうような状況のことですね。で、これもどちらかというとカンボジアの光景なんですけれども、そういうちょっと神々しい現象が起こっているような広場にその人が集まっていてですね。で、そこから、どっかへ行ってしまう、そういうようなことです。この時々出てくるこの歌声、サンプリング、女性の声ことは、これはカンボジアで。そうです、これはね、カンボジアのフィールドワークで、撮ったものです。至る所に音楽を演奏する人たちがいまして、例えば、地雷で足が吹っ飛んだり、顔が吹っ飛んだりという人たちが仕事ができないんで、楽器でもやって、歌でも歌ってということで例えば遺跡のところにいたりするんですよ。で、そういう人たちが自分のカセットを売っていたりとか、あるいは演奏してお金もらっていたりとかっていう
人たちに何人かこう出会いまして、その時にこう録音してきて、あるものです。はい、では次は高貴な城という楽曲なんですが、ちょっとこのアルバムのお話以外にもちょっとこの曲に関してはあると思うんですが、今インターネットの方でちょっと最近始められたことがあるというので、では皆様からお話しください。あ、はい、まあ今真っ最中の、アメリカ、およびその他の国によるイラク攻撃に、反対するというか抗議するというか、まあそれに加担しているその日本国政府に抗議するという意味で、この曲とですね、それからラブソングの2003年バージョンの抗議の無料配信というのを行っています。で、その中で、この抗議の城がですね、今のところダウンロードの数が非常に多くてですね、そうですね、日々どんどん更新されてるんですが、今のところ2万人ぐらいの方がダウンロードしていただいて、海外の方からも、なぜか、その後配信を始めた途端にですね、700人ぐらいドーンとゲーム関係のサイトからですね、やってきたしっていう形跡があったりして、非常に驚いております。まあ、その中で、この曲が配信されているわけです。では、もしインターネットにつながる環境のある方は、こちらの配信の方はずっとしばらく続けていきますので、ぜひそちらの方にアクセスしてください。慶応水道のトップページの方からも入れますので、よろしくお願いいたします。で、最後の曲なんですが、佐渡湾歴1869年の、この先ほど話題に出ました、佐渡湾歴、佐渡湾という単語についてよろしくお願いします。いや、誰もが佐渡犬って言うからね。佐渡湾ですよね。佐渡湾です。これは、波とかですね、振動とかそういう意味です。振動。波、はい、そういう意味の対応です。発音は正しくないでしょう。でも佐渡湾でいいんですけど、でですね、ライブの ストーリーなんですが、リンボ54っていうストーリーの中にですね、具体的にキャラクターが登場してくるわけではないんですが、佐渡湾っていう滅亡してしまった民族が、ルークサトアンというその神道の子供たちという滅亡してしまった民族の創世記がありまして、その創世記から始まっていくんですけれども、その中で宇宙がどのようにしてできたかとか、それから、そのリンボ54と呼ばれるその物質というか物理的な現象がどういうものであるかみたいなことが説明されているんですね。で、そういう失われた神道の子供たちというルークサトワンっていう民族の歴のことです。この8800、そのライブが始まった時が8869年ではない。違います。8800何でしたっけ。今がですね、佐渡湾歴でいうと8888年です。で、そのライブの中では8869年ということで、書いてないですよ、答え。私もまあ、2003年が8888年で、まあ、そういうことですね。はい、では少しずつ話して良い範囲でちょっとずつ曲紹介もいただいたんですが、今回はただいまからこのインタラクティブライブの、お話の方にもう時間を差し迫っているんですが、移らせていただきたいんですが、あと今回のスペシャルゲストがございまして、あんまり期待してもらってもまずですよ、これはメインの登場人登場するものでもなくて、
それから、うまくいくかどうかも全然保証されていないと。で、うまくいけば、東京まで、持ってくるけれども、うまくいかなければ、大阪で辞めてしまうかもしれない。で、ライブの進行には何ら関係のないものです。で、で、どうするんですか、店。今日はですね、静かにしてください。いや、どうせうるさいと思ったからですね、はい、実はロボットなんですけども、ロボットを使って、撮影をしようと思っています。で、肌色を追いかける装置がありまして、カメラのがついていて、で、近くにある肌色をこう追いかけるんですよ。ですから、例えばそのロボットの上にそれを乗せておいて、ロボットがこう私の前を行ったり来たりする間にですね、そのカメラをずっと私の灰色、肌色を狙って、首をずっと振りながらターゲットをずっとロックした状態で、で、撮影していくというものなんで、無人の、カメラですね。で、ただしそれがですね、照明によって、どういう影響を受けるかとか、それから、電池が何時間持つかとか、そういう問題があって、それを撮影したからといって、それが果たして製品になるとか、公開するとかっていうことは、保証できないんです。で、今日はぜひ持ってきてくれと言われたんで、スタッフですよ。今日持ってきてます。で、あまり、そういうものですから、時間をかけてないし、で、今日は何かをやらそうと思ったんですが、時間もなかったことです。簡単に、漢字を覚えさせましたので、漢字を認識させて、それで、動かすっていうのをちょっとやってみたいと思いますね。ここに、じゃあ、ここに行くのか。今、ライブの時に、というか、あるいは円形にこう、トラックを作って、その周りを回しながら、ずっと日傘を撮影するっていう、どちらかを考えているんですが、ただし、あんまりその装置にお金をかけすぎてですね、結局使えないっていうこともあり得るので、なかなか難しいです。なるべくちょっと静かにしていただきたい。カードを。こういう感じを覚えさせてあります。で、それによって、動作が行われると。ちょっと、この辺、こっからじゃ遠いよな。クラッてダメか。これをライブでやるわけじゃないで、
角度で止まってくれないと困るんですよね。で、まあ、まもなくフィナーレです。じゃあこれで帰っていただきます。はい。戻りきらないですね。これ一回見せてきてくれますか。近すぎです。もっと話して。大丈夫大丈夫です。はい。で、今のロボットが少なくとも大阪の初日ぐらいは出てくるかなという感じ。そうですね。ね、リハーサルの時にもまだ簡単なプログラムしかしてないんで。もっと複雑な動きをするんですけども、突然私が言い出したものですから、リハーサルその他でいろいろやってみてですね、で、いざ大阪本番をやってみてですね、ダメならとにかく目障りなんで、撮ってしまうと、あと、精密機械なんで、メンテナンスに大変だったりとかするので、ぜひとも成功して東京まで持ってきたいと思ってるんですけど、でまだ名前はありません。はい。はい、では先ほどからお話になっているインタラクティブライブショー2003リンボ54ですが、大阪が4月の28日と29日、その会場がナンバーハッチになります。で、28日の平日は、会場が18時、開演が19時、29日の祝日は会場が18時、開演が、あ、ごめんなさい、会場が14時ですね、4時、14時ということは16時、開演が17時になります。で、同じような時間帯で、5月の4日、5日が大阪、東京のメルパルクホールで、ございます。で、4月の28日か29日ぐらいまではさっきのが出てくるかもしれないし、うまく打てば東京にも出てくるかもしれない。いや、私はぜひとも東京まで出てきたいんですが、私も出したいと思いますが、もし何かあった時のために今日前もって出しておきましたせっかくということでお見せしました。ではもうあっという間に時間も経ってしまいましたので、随分久しぶりでございましたが、そろそろイベントの方をおしまいになってしまうんですが、ちょっと私の方からも話がございまして、先ほど話題に出ました講義配信のページが、はいはい、ちょっと更新されまして、曲以外にもすることができるので、はい、このブルーリンボーのCD のデザインをやってくれた中井さん、中井君というデザイナーなんですね。反戦バナーみたいなものを作ってくれまして、10種類ぐらいあるんですが、それがただでダウンロードできるようになってます。それが何日か前からできるようになってますので、もちろんその著作権の放棄とかそういうものではないんですが、ちょっと今私作ってみたんですが、こういうふうに例えば自由に T シャツにしていただいたりとか、何かこうプリントして何か作っていただいたりとか、そういうのに自由に使っていただけるロゴですので、もしよろしければしてみてください。ではそろそろ時間も迫ってまいりましたので、またぜひライブでお会いしたいと思います。では北川進さん、どうもありがとうございました。どうも。それでは。では拍手で。ライブがちょっとゴールデンウィーク期間に、東京と大阪でございますので、ぜひいらっしゃってください。
あと先ほど最初に流させていただいた、天然女優 DVD と、皆さん、サウンドトラックの方も、出口で DVD は上野とします。本日はどうもありがとうございました。